ホンダレジェンド、レジェンド、レジェンドは、ホンダ技研工業が生産、販売している同社のフラッグシップセダンである。ホンダ初の V 型6気筒エンジンを搭載し、3ナンバー使用車も用意された、ホンダのフラッグシップカーとして登場。取扱販売店は高級車を扱うクリオ店、後のカーズ店の1000倍。ターゲットは富裕層向けの中高年等で、 中型セダンに対抗する車種として開発され、駆動方式が異なるものの最高クラスに位置づけられていた。北米市場では新たに上級ブランドとして新設された、アキュラの最高級乗用車として、2代目まではレジェンド、3代目、4代目は RL、5代目以降は RLX の名称で販売されている。また、4代目からは、 ロシアや中国などでも販売を開始したが、韓国市場においては、ホンダブランドの知名度を優先したため、日本と同じ、レジェンドの名称を使用している。ボディはセダンを中心に、初代には、ハードトップクーペ、2代目には、クーペといった2ドアクーペもラインアップされていた。レジェンドは、最盛期の1991年、平成3年には、約1万9000台を販売し、 初代からの累計販売台数は10万台強に達したものの2011年、平成23年には年間販売台数が360台に止まり、それまで生産していた埼玉製作所佐山工場は2012年、平成24年6月にレジェンドの生産を終了した。しかし、2014年11月10日にハイブリッド専用車として復活することを発表。 翌2015年2月20日より発売された。ホンダ初の3ナンバー仕様を持つ新しいフラッグシップカーかつアメリカで展開する高級ブランドであるアキュラ向けの専用車種として登場。当初は4ドアセダンのみが用意されたが、1987年2月6日には3ナンバー専用ボディに C27A 型エンジンを搭載するにドアハードトップが追加されている。 ホンダは自社ラインナップとして初の高級車クラスの車を開発するにあたり当時業務提携関係にありかつ中型車以上の車種の開発ノウハウがあるイギリスのブリティッシュレイランド BL 後のローバーと共同開発を行ったこの共同作業は積極的に進められ BL の関係者は日本のホンダ開発現場へで向きサスペンションのセッティングから ウォールナットパネルの使い方1まで指導したという。また、ホンダも独自に同クラスの外国車を購入して徹底的に研究したほか、開発担当者を世界各国の高級ホテルに宿泊させ、高級感についての体験をさせたというエピソードが残っている。こういったことからレジェンドでは歴代、後の下級者種であるアコードインスパイア、ビガーなどでも日本車として異例なほど、 本、木目パネル、天動木工製へのこだわを見せた。BL でのモデル名は、ローバー825、820で、スターリングは、825の最上級グレードの名前である。日本国内で販売されるスターリングは、ホンダの埼玉製作所において、レジェンドと同ラインで生産されていた。当時、日本国内の自動車工場では、 最大の2300トンプレス成形機器を導入。ホンダの車体では、従来の粉体塗装ではなく、初の4コート4ベークの塗装工程を採用した。また、日本で初めて運転席用 SRS エアバッグ、高田との共同開発を搭載した乗用車、北米向けは1986年から、日本では1987年からであり、当初から ALB、 ABS に対するホンダの商標を標準オプション設定していたほか、シートベルトを装着している高速感を和らげるテンションディレイファーやサイドドアビームなども装備し、全面衝突に対応した安全設計となっていた。このほか、モデル末期には世界初の FF 車用トラクションコントロールシステムが搭載された。エンジンは 当初2.0リットルの C20 アンペア型と2.5リットルの C25A 型を設定していたが、クラウン S130K やセドリックグロリア Y31K が3リットルエンジンを搭載した3ナンバー車を登場させたのに対抗し、1987年9月3日のマイナーチェンジで C25A 型を2ドアハードトップおよび輸出用に搭載されていた C27A 型に、 変更した。装備別に2.5リットル、2.7リットルは、サエクスクルーシブ、2.0リットルは、GI エクスクルーシブ、G、ミなどのグレードが用意され、エクスクルーシブ系には、天道木工製本も含め、パネル、トップグレードのみ100%ウールモケットシートが装備、されているほか、当時開発途上であった、カーナビゲーションシステムを搭載できるような、ダッシュボードデザインとなっていた。 最終的に回が間に合わず、試作機がテスト搭載されただけに終わった。歴代のレジェンドにおいて、日本国内仕様では唯一この世代、2.0リットルな車及び2.5リットル車、二のみ、5速、MT 仕様が用意されていた。1988年10月14日のマイナーチェンジでは、ホンダが独自開発した、ウィングターボを装着した C20 アンペア型、ターボエンジン搭載の、 TI エクスクルーシブ及び TI を設定。また、4ドアセダンのリアサスペンションが2ドアハードトップ同様のダブルウィッシュボーンに改められた。従来は、スペースの関係で、マクファーソンストラットを採用。なお、このマイナーチェンジにおいては、自然吸気ナノ C20 アンペア型と C27A 型のスペックは変更されていない。このほか日本市場向けのみ、 クリル衣装やリアのランプ周りのデザインを変更し、それまでのスポーティなイメージから、メッキを多用したラグジュアリーなイメージを持つ外観へ、刷新。またホイールのデザインを一新したほか、内外装も新色が追加された。合わせて、内装もダッシュボードのデザインをより機能性の高いものに変更し、シート生地の改良も施された。セダン、サイガ。 ホンダの創業者のホンダ総一郎の愛車として使用されたほか、当時ホンダエンジンを搭載したマシンに乗っていたアイルトンセナや中島サトルも使用していた。鈴鹿サーキットのマーシャルカーとして在籍したこともあった。また、多くがホンダの役員専用車として使用されたリムジン使用車も導入されており、ホンダ自身が運転しない時の移動手段として使用されたほか、ホンダ車として初めて 東京都内のハイヤーとして採用された。1990年10月24日に登場。通称、スーパーレジェンド。先に販売していたインスパイアやビガーが採用した、FF ミッドシップという得意なエンジンレイアウトを採用した。搭載されるエンジンはすべて、縦置きの C32 アンペア型となり、組み合わされるトランスミッションは、日本国内仕様では4速 AT のみだったが、 輸出仕様には5速 MT 車が存在し、後期型では、日本製乗用車では、初となる6速 MT も用意されていた。韓国の大ブ自動車でも、アカディアの名で、ライセンス生産されていた。BL との協力体制の下に、手探りで高級車開発をしていた初代とは違い、2代目は、ニュルブルクリンクで徹底した、車両実験を行うなど、 NSX の開発で培われた技術や厳しい評価をもとに開発された。日本で初めて助手席側やバッグを搭載し、車体構造も実際の衝突事故を想定し、設計されていた。今日では当たり前となっているフルラップ衝突は、もちろんのこと、オフセット衝突のバリアがなかったため、斜めのバリアで衝突実験をするなど、実験自体も 指行を凝らして行われた。サイドドアビーム、ABS、運転席、エアバッグ、全席シートベルトプリテンショナー、テンションディレイファー機能付き、アルファーは、後席も装備は、全車標準装備。グレード名は、先代とは違い、トップグレードのアルファー、アルファーと、ベースグレードのベータ、ベータの2本立てに変わり、アルファーは、リアパワーシート、本、木目リアシュガーパネル、 レザーインテリア、ドアライニング、100%ウールモケットシートを標準装備とし、ヒューマンフィティットイルミネーションコントロール、インテリジェントギーレスエントリー、電動テレスコピックチルトステアリングアウェイ機能付き、TCS などを標準装備。クーペは、グレード展開は同様であるが、初代同様ボディは完全な専用デザインで、ドアのイージークロージャーを装備し、また、 リアサイドウィンドウも開閉する。仙台と同様、内装には、天道木工製本木目パネルが装着され、アルファにはクスノキ、ベータにはウォールナットが設定されていた。初代には、開発が間に合わなかったホンダナビゲーションシステム、テレビ受信機能付き、サンルーフ、レザーシートをオプションで設定し、その他、ハンズフリーカーテレフォン、デュアルエアコンなどの装備も、 アルファにオプション設定した。1991年11月にはセダンに、レンカグレード、アルファ2、ベータ2を追加した。アルファ2は一部の安全装備、快適装備はそのままに、リアパワーシートなどを装備しないモデルであった。また、ベータ2は、クルーズコントロール、オーディオコントロール、2輪、ハイパワーオーディオ、シートメモリー、本、木目パワーウィンドウスイッチパネル。 リア調節式、ヘッドレスト、リアセンターコンソールを廃止し、助手席、エアバッグをオプション化した。1992年、平成4年9月29日に、アルファツーリングが追加されると同時に、全車エンジンセンターマウントが追加され、その他のエンジンマウントも、形状変更を行い騒音、振動、ハーッシュネス、NV 対策が施された。 アルファツーリングは 235PS に出力を改善したエンジン、通称タイプ2エンジンが搭載されたほか、サスペンション、HPD、ホンダプログレッシブダンパーの追加、ブレーキ、キャリパーポッド数の変更、専用16インチホイールの追加など、専用チューニングが施された。AT 車はファジー制御のプローズマテックとなった。シフトノブは、 ガングリップタイプとなり、ツーリングと標準グレードとではデザインが違った。エクステリアデザインはフロントバンパーのナンバープレート部が若干前方に突き出して全長変更になり、リアのレジェンドエンブレムが右上の小さなものから大型化され中央配置に変更になっている。また、ツーリング系のフロントグリルは縦基調の専用のものとなっている。また、 レジェンド専用に高級ホームオーディオメーカーであるラックスマンがチューンを担当したピュアサウンドシステムをベータ2とスーパーステージを除く全車種にオプションとして要するなどの装備の充実が図られた。ホンダナビゲーションシステムもジャイロセンサーのみから GPS 衛星からの電波を受信する機能が追加されより正確な位置を把握できるようになった。1993年 平成5年9月のマイナーチェンジではツーリングという廉価グレードが追加された。これはアルファーツーリングのチューニングはそのままにベータ2同様装備を簡素化したモデルである。ただし2ディン・ハイパワーオーディオは標準装備された。またモデル末期にはツーリングベースでツートンカラーの限定車が発売された。当時青森県警高速隊に ベータ2が2台配備されていた。FF ミッドシップレイアウトを踏襲しながらエンジンは C35A 型へ改められたが、基本的には先代のスキンチェンジ版である。形式名は E か Q。グレードにエクスクルーシブが復活し、標準グレードのレジェンド、スポーツグレードのユーロの3タイプを設定した。ユーロは専用チューニングされたサスペンションや16インチタイヤ、 アルミホイールは仙台ツーリングからのキャリーオーバーが起こられ、標準グレード及びエクスクルーシブよりもニューバビリティに主眼が置かれたグレードである。エクスクルーシブにはレジェンド伝統の天道木工製本木目パネル、クスノキを装備し、コンソールパネル、助手席側ダッシュパネルのみが元木目となり、パワーウィンドウスイッチなどのパネルは水転写式の木目調パネルとなった。 以外の標準グレード、助手席側ダッシュパネルのみ、本木目ミルトル、ユーロに装着されるすべてのパネルは、木目調パネルであるが、オプションで、メーターパネルなどの元決めパネルが用意されていた。装備も、簡素化され、船内に見られたような豪華さはない。ランバースサポート、ヘッドレスト調節も、電動から手動となり、100%ウールモケットシートや、レザーインテリア、 ドアライニングなどは安全面、難燃性とコストダウンの両方から廃止となった。一方、ダックスマンのチューンによる高性能オーディオは仙台同様オプションとして選べたが出力を抑えた仕様とされた。シフトパターンは従来のストレート式からメルセデスベンツのような鍵型のゲート式となった。バブル崩壊やセダン需要の低迷により販売台数は減少した。 また、この代以降、先代、初代から二代目にかけての期間まで存在した、クーペ系車子はなくなり、セダンのみとなった。1997年10月16日、既存グレードの一部変更と、新グレード、ユーロエクスクルーシブを追加。従来一部グレードにしか装備されていなかった、TCS や後部中央席3点式。 シートベルト16インチタイヤを全車標準装備とし、主に安全装備の充実を図った。ユーロエクスクルーシブは、ユーロの足回りはそのままに装備をエクスクルーシブ並みにしたもので、具体的には、本、木目パネル、クスノキや、運転席、シートメモリーなどが追加されている。また、ユーロ系には、パンチングタイプの本側シートを設定した。 1998年9月21日、マイナーチェンジを発表。形式名は、G 開花 Q ディスチャージヘッドランプの追加とともにフロントライトを大型化し、フロントグリルがフロントバンパーに食い込むデザインに付加された。ステアリングをよりスマートなデザインへと変更し、コーンの形状も渦巻き型となり、高級感を高めた。安全面では、 ディテクションセンサー付きフロントサイドエアバッグを標準装した。1999年9月24日、マイナーチェンジを発表。エンジンが平成12年排出ガス規制適合のレブ仕様となり、アコードなどに装備されている、別さが装備された一部オプション。二千三年六月十九日に最終型が発売され、イモビライザーやセキュリティアラーム、 シュクラ社製電動ランバーサポート、木目調本側コンビネーションシフトレバーの追加や、本、木目パネルの材質や、色調の変更、冬やステアリング形状、自発光式メーターの色調などの変更が施される。また、フロントグリルにラインが入り、テールレンズのシグナル部をクリア化など、最後のテコ入れを行った。2004年10月7日に登場。 エンジンの性能向上や、新開発の四輪駆動、SHO ドの採用などにより、先代と比較して、スポーティさが大幅に向上した。デビュー直後の2004年会1日本グランプリでは、マーシャルカーとして採用された。月間目標販売台数は500台。エンジンは、初代から続いたバンク角90度の C 型から60度の J35A 型に変更され、 同じ3.5リットルではあるが、軽量、コンパクトになった。なお、2004年7月1日に 280PS 自主規制が解除されたことに伴い、カタログスペックが 221kW353Nm となり、日本製乗用車では、初の自主規制値、280PS オーバーとなった。またパワートレインの搭載方法も、2台続いた。 縦置きから横置きに戻った。駆動系に採用された s h ードは、4輪の駆動力を自在に配分するもので、国内外より高く評価され、2004から2005日本、カーオブザイヤー及びモーストアドバンスド、テクノロジー特別と2005年時、r j c テクノロジーオブザイヤーを受賞した。北米仕様では従来通り、スタガードゲートシフトを採用。日本、 欧州仕様は、シフトパターンが再び、ガングリップタイプのストレート式となり、シフトブーツのついた S マチックが搭載されている。なお、北米仕様と日本仕様では一部のギア比が違い、日本仕様では加速重視のクロスレシオとなっている。この台より、ホイールのナットザ、ピッチ直径、PCD が5ケの 114.3mm から5ケの 120.0mm に、 変更された。M-Tech から、同社初のコンプリートカーである、無限コンプリートパッケージ M1 が発表され、11月から販売された。2005年、平成17年9月15日に、マイナーモデルチェンジを受け、従来の約半分の大きさだというホンダスマートキーシステムに変更されたほか、リアカメラ、横端子、ベンチレーション機能付き本革シートが追加された。 2006年、平成18年10月5日にマイナーモデルチェンジを受け、パドルシフトに新たな制御機能を追加された。D ポジションのままで、パドルシフト機能の操作が可能になり、運転状態を検知し自動変速モードに自動復帰する制御システムが採用された。4代目は、リアドア開口部寸法の制約上、営業者として登録はできない。 秋田県と熊本県の公用車にこのモデルが採用されている。また、ごく少数ではあるが低度自動車交通のハイヤーにも使用されている。2008年、平成20年9月5日に北米仕様に遅れること2ヶ月、ビッグマイナーチェンジを受けた。デザインの衣装がより押し出しの強いものとなり、全長も2007年12月に発売された5代目、インスイより長くなった。 エクステリアでは、大型のフロントグリルやスポイラー一体型のトランクフード、新デザインの17インチアルミホイールなどを採用した。エンジンは、排気量が3.7リットルに拡大され、出力が227キロワット 370NM に向上した。新タイプとして3代目にあったユーロが設定された。ユーロの 主な特徴は外装にブラッククロームメッキパーツや18インチアルミホイールなどの採用しスポーティなフォルムを実現した。内装は本川木目調コンビステアリングホイールや AT セレクトレバーを採用シートに赤のダブルステッチを施すなどスポーティなインテリアになっている。カーナビはルート検索をインターナビセンターのサーバーで行うサービスが開始され従来より 多くの情報をおかすることにより、様々なルート設定、少年ピルートや ETC、割引ルートなどが可能となった。さらに、ミュージックコンテナ機能が追加され、約4000曲ほど HDD、容量が 40GB に増量に保存できるようになった。これにより、6連 CD チェンジャーが CD、DVD プレイヤーに変更された。2010年、 平成22年10月21日、マイナーチェンジを受け、ホンダとして初めて6速 AT が採用された。加速性能の向上とともに変速もより、スムーズとなり、動力性能と燃費性能の両立が図られた。また、中空構造のレゾネーター、消音装置を取り付けた、世界初のノイズリデューシング機構付けアルミホイールを採用し、 高速道路でのつなぎ目の乗り越しや荒れた路面の走行する際などで発生する不快な共鳴音を抑制する。さらに、ボディ各所に配置された遮音材や吸音材との相乗効果で走行中の様々な周波数のノイズを効果的に低減し、静粛性を向上した。2012年、平成24年6月16日に同月いっぱいで、 生産終了することが報じられ、7月にはオフィシャルウェブサイトからページが削除され、27年の歴史に一旦終止符を打った。アキュラチャンネル向けの RL について、2012年4月5日にニューヨークオートショーにおいて新たなフラッグシップセダンの方向性を示すコンセプトモデル、RLX コンセプトを世界初公開すことを発表した。RLX には、 オードと FF の2種類がラインアップされ、オードには、本来の SX で発表した3、モーターハイブリッドシステム、スポーツハイブリッド SH、オード、スーパーハンドリングルホイールドライブを採用。フロントには、アースドリームズテクノロジーを採用した最高出力314、PS、231kW の J35Y 型と、 最高出力 47PS の電気モーター1機を内蔵した7足デュアルクラッチトランスミッション DCT をリアークするには最高出力 37PS27kW の電気モーターを左右1機ずつ搭載している。これらにより 381PS276kW のシステム出力と 30mPG JC08 モードで 16.8kmL の燃費が両立される。基本的には、モーターアシスト型のパラレル式ハイブリッドであるが、後輪にもモーターを搭載したことにより、制御がベゼルやアコードとはかなり異なる。なお、北米向けの RLX は3 5ルのガソリンモデル、KC1 が主力であるが、日本市場においては、アコードなどと同じく、ハイブリッドモデル。 KC2 のみが2014年11月10日に発表され2015年2月20日から発売された。グレードもハイブリッド EX のみのモノグレード設定となる。歩行者への衝突回避を支援する世界初の歩行者事故低減ステアリングや車線維持支援システム、路外逸脱抑制機能等をホンダセンシング、ホンダセンシングとして搭載。またシフトは ホンダ初のエレクトリックギアセレクターになり、パーキングブレーキも電子制御式になった。なお、2015年3月より韓国においても、ホンダコリアを通じて4年ぶりに日本市場と同盟での販売を再開。パワーユニットは、ハイブリッドは設定されず、ガソリンエンジン、KC1 仕様のみとなり、インテリアもブラックのみとなる。 1987年のレジェンドの SRS エアバックシステム採用が社団法人自動車技術会の日本の自動車技術180線の装備、部品部門で積極安全思想の一環として国産書として選出されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。